こんにちは、永山優子の水彩画オンラインレッスンです。必要なものを、説明していきたいと思います。では絵の具から説明していきます。まず絵の具を入れるパレットなんですが、ちっちゃい時使ってた、白いプラスチックのパレットだと絵の具がちょびっとしか入らないので、少し大きめのをお求めください。ここに H って書いてありますが、国産のホルベイン、これは、とても軽くてたくさん入って使いやすいと思います。絵の具も18色のホルベインを用意しました。だいたいこう色を網羅していますので、プラスアルファの色はこれから説明しますが、それで、この18色があれば十分だと思います。そして今この説明していますが、もしお手持ちで普段使っているものがあるという方はどうぞそれをお使いください。慣れているもので十分だと思います。さて、プラスアルファの絵の具になりますが、オペラ、これはかなりこうドピンクな感じの蛍光色のピンクですが、これがあると発色が赤でもオレンジでも良くなります。それからウルトラマリン、ラベンダー、この3つはホルベインです。この3つを揃えてください。プラスアルファ、私がちょっとおすすめするのがトランスペアレントオレンジ、トランスパレントイエロー、この2つはシュミンケという絵の具です。ちょっとここに書いてありますが、 H はホルベイン、 S はシュミンケ、ホルベインだけでも結構ですので、プラスアルファで揃えていただけるとありがたいです。それから、ちょびっとずつ絵の具を出すというのもありなんですけれども、透明水彩はこうやって乾いてもお水さえつければまたすぐに絵の具が溶けますので、1本丸絞りと私は呼んでますが、1本分全部ここに入るようになっています。そうすると絵の具を持ち運ばないで、描くことができますので、必ず入れた方が良いと思います。もう一つの理由は、半分ずつ使ってて気がついたら絵の具 のチューブの中で固まっちゃった、残念っていうことがないように、ここでだったらいくら固まっても最後まで使えます。紙ですが、これもホルベインのウォーターフォードという紙です。6000円ぐらいしちゃうんですが、やっぱりとても使いやすく、普段ここにコイルがありますが、コイルのない、ブロックというタイプになっています。これはたくさんお水を使っても描きやすいので、やはりこちらを使っていただければと思います。いろんな色がありますが、表紙がブルーが良いでしょう。オンラインではこの紙の他に、私が普段使っているアルシュというフランスの紙を使うこともあります。これは値が張るので、初心者の方はまずウォーターフォードから使っていっていただいたら良いかと思います。ある種の細めというのを使っています。道具です。筆、鉛筆、消しゴム。まず筆から説明していきましょう。お習字の小筆みたいな、一番自分が馴染みがあるものでいいです。とても高くて、リスゲだとかいろんなものがありますけれども、自分が描きやすい筆でいいです。手に馴染むような、私は、小筆サイズのものが好きなのでこれを使っています。それよりもちょっと細いもの、細かいところを描くように小筆。それからこの F15、 これはちょっと紙は F15 より少し大きいんですが、このぐらいの大きい紙をにバッグを塗ったりするときなんかは、やっぱりこのぐらいのハケみたいなものも必要です。いろいろな DIY ショップとかで買ってもいいんですが、あまりペンキ塗るような大きなものよりは、柔らかい毛のものが良いと思います。これ、それから平筆というぺったんこなものです。こちらはナイロン、こちらは毛です。
あの動物の毛ですが、まあ、この辺のサイズ、そうですね、あの2センチぐらいとか 2.5 センチぐらいの幅のものだったら、それが1本あれば良いと思います。鉛筆です。普段使っているのは鉛筆削りで、芯が多分5ミリぐらいしか出てないかと思いますが、画用紙はザラザラしているので、これだとすぐにまた削らなければならないです。ですから、ちょっとこれびっくりするかもしれませんが、1センチ弱ぐらい、1センチぐらい鉛筆の芯をカッターで尖らせておく、これが、絵を描く時の鉛筆です。それから普通の消しゴム、プラスチック消しゴム、もう一つは練りゴム、まあ、どちらかあればいいです。どちらかあれば練りゴムも、たくさん大きいのがこのサイズなんですけれども、ちょびちょび使うんじゃなくて1個丸ごと使っちゃう方が、良いと思います。カッター、それからお水を取る、お水を拭き取ったりする時の、タオル、ティッシュ、そんなところでしょうか。もう一つ、これは何でしょう。激落ちくんとか言われてますが、いろんな商品名がありますが、メラミンスポンジです。これもちょっと使いますので、もしあったら用意しておいてください。今ここにありませんが、筆線はどんなものをって思いますが、わざわざ買う必要はなくて、例えば、お家にある大きい使わない、なんでしょうね、例えばタッパーみたいなものでしたらいいです。安定感がある方がいいので、ビニールの携帯用の、筆線はちょっとトラブル、あってこぼしちゃったりするので、大きいものでいいです。まあ、あと2リットルのペットボトルを半分に切って2つぐらい用意しておくっていうのでも足りると思います。